はい、皆さんこんにちは、マンダリングルフィッシュです。今回お届けしていくゲームは信長の野望創造の PS4 版ですね、パワーアップキット版をプレイしていきたいと思います。プレイするシナリオですが、ダウンロードシナリオから天王山をプレイしていきたいと思います。天王山というのはご存知の方多くいらっしゃるかもしれませんが、信長を討った秀吉と中国から大返してきた秀吉との戦いですね、山崎の戦い、天王山という天王山の戦いとも言われるんですが、これは山崎の戦いで要衝だった天王山を、なんて言うんでしょう、象徴して天王山の戦いなんていうような言い方もするんですが、シナリオとしてはこの天王山をプレイしていきたいと思います。で、プレイする大名は秀吉でプレイをしていきたいと思います。この天王山の戦いの直前の秀吉の勢力ですが、本城が5、武将が99、兵数が 27,950 というところです。一方ライバル明智ですね、本城が4、武将が21、兵数が 25,000 ということで、武将の数こそ秀吉が圧倒的に多いんですが、兵数とかに関してはほぼ互角というところになっています。それでは早速プレイしていきましょう。これは本能寺の変ですね。何者の企てか。旗は卑怯門、明智が手の者と見受けられます。この光秀がなぜ信長を討ったか、謀反を起こしたかというのは、今もまだなお謎に包まれているということなんですが、本当にね、なんでなのかっていうのはすごく興味深いですよね。死のうは一条、されど我が作りしよう。人は果てず。信長死す。本能寺で起こった事変の知らせを毛利家と対陣中の秀吉は、京から遠く離れた備中高松の湿地で知ることになった。秀吉、信長様が死んだ。これは黒田官兵衛ですね。我らの手の者の知らせにございます。間違いないということですね。この本能寺の変の後、秀吉は中国大返しと言われる毛利と対陣していた備中高松城から、賭けにかけて光秀と決戦に及ぶんですが、毛利には信長が死んだっていうことを知られる前に和睦したというふうに言われてますね。そうですよね。秀吉が備中高松城を水攻めにしていたと言われています。で、かなりピンチだったんですね、毛利側としては。そんな中いきなり秀吉から和睦を申し込んできたということで、毛利としては嬉しい反面怪しいなというふうに思っていたと思います。で、この吉川元春、これは毛利元就の次男ですね。そしてこの小早川隆景が三男、この吉川と小早川が両この二人
が、まあ、この当時の毛利を実際支えていたというふうに言われています。やっぱりシーズでも毛利が本能寺の変で信長が倒れたと知ったのは和睦の後なんですね。で、この吉川元春はこ の本能寺の変の知らせを聞いて秀吉を追撃しようというふうに言ったそうです。それを小早川隆景が、まあ、止めたというふうに言われています。今元原が言ってますね。すぐに支度しろと、奴らを追い背後から突き崩すというふうに言っていますね。今やり取りが進んでいるように元原が秀吉追撃、高影がそれを止めるという構図ですね。さあ戦国伝山崎の戦いです。30日以内に秀吉が石山に入ると、まあ、石山というのは大阪のことですね。ご命令ください。さあそれでは大阪に入るということなので軍勢を率いて出陣しましょう。その前に、まあ、一通りのですね、内政はやっておきたいと思います、まあ、この後まず間違いなく光秀と決戦に及ぶのは間違いないんですが、その後は柴田勝家だったりとか、あ、徳川家康であったりとか、まあ、そういった武将たちと戦いは続いていきますので、まあ、それに備えてですね、ここは内政もきっちり行っていきたいと思います、まあ、武将が多いのがこの秀吉陣営のすごく有利なところなので、その武将の多さを生かしてですね、せっせと内政に勤しんでいきたいと思います。ちょっとねこの辺りは毎度のことで退屈させてしまって申し訳ないんですが、お付き合いをいただければと思います。あとは、まあ、一通りですね、周辺の大名には使者を送って、信頼関係を結んでおきたいと思います。まあ、とにかく味方が大いに越したことはありませんからね。さあこの辺りですかね。お金がなくて雇えないということであれば早速出陣していきましょう。秀吉がいるのは姫路城。五着、姫路、ここですね。じゃあここで秀吉自ら出陣していきます。兵力29000、ごめんなさい、2900ですね。まあ実際にはおそらく出陣するぞ海戦になると思うので、ここで引き連れていく兵数っていうのはあまり意味がないものになると思うんですが、まあそれでもね、引き連れていきたいと思います。
秀吉が石山諏訪に入りましたので入場しましょう。さあ秀吉中国大返し中です。ついておられますな。わしを突き動かすこの衝動、信長様亡き世への不安か、あるいは何かを見てますね秀吉が。進め、足を止めるな。この大一番、断じて遅れを取るわけにはいかんのだ。秀吉は備中から山城までの道のりをわずか10日間で踏破。前代未聞の大恐慌軍は光秀の計画を狂わせたばかりでなく、信長の死に浮き足立っていた織田家の諸将に大きな衝撃を与えたのである。信長の野望を習得したなっていう何なんでしょうこの信長の野望、非常に興味深い野望なんですが、まあおいおいそれは見ていくとして、戦国伝続きを見ていきましょう。さあシナリオが進みますね。世に言う中国大返しで摂津まで駆け戻った羽柴軍、まあ、当時の秀吉は羽柴秀吉を名乗っていましたので羽柴軍となっています。目的地である京はもう目の前であった。そして羽柴軍本陣でのひとときですね。こちらは官兵衛です。京への途上にいる摂津衆の動きが気になります。摂津衆っていうのはですね、まあ、いわゆる高山右近とか中川清秀とか、まあ、そういったあたりだと思いますね。で、この山崎の戦い、天王山の戦いでは、その摂津衆がすごく活躍したというふうに言われています。官兵衛は、まあ、中国大返しで疲れている羽柴軍を休めたいという感じですね、このやり取りを見る限り。ただ秀吉はその官兵衛に対して信長様はなぜに強かったのかというふうに説いていますね。信長の強さというのは誰も思いつかないようなことを何のためらいもなく行うというところが、まあ、信長の強さだというふうに官兵衛が。さあこのまま秀吉が三井手との決戦に入っていくかなというところですね。さあイベント回戦、山崎の戦いですね。秀吉、この戦信長様の弔い合戦じゃと、信孝様も見られておられるぞと。この山崎の戦いはですね、まあ、主力を率いていたのはもちろんこの秀吉なんですが、便宜上の総大将は信孝が務めたというふうに言われています。そして先手は先ほど出てきた摂津衆ですね。
秀吉が光秀を撃破というのが勝利の条件になってますね。それでは各陣営、まずは秀吉側陣営の布陣を見ていきましょう。秀長1000、官兵衛が1500、これがいわゆる天王山に布陣していた部隊だと思います。そして中川清秀、高山右近、そうですね、2500、2000、これが摂州ですね。そして信孝が4000、秀吉が9000という布陣になっています。一方光秀の方ですね、まずは2000、2500、1500、2000、2000、そして光秀本体7000ということで、思ったより兵力整ってますね。総勢1万7000というところです。一方秀吉方2万、史実では秀吉の方が3万を超えてたというふうに言われていますが、ここでは兵力差はほとんどないという状況ですね。そうなりますとどう攻めるかというところなんですが、おそらく光秀の部隊本体がそのまま天王山に駆け上ってくる恐れがありますので、官兵衛と秀長、この2体で、なんとかこの辺りを組み止めに入りたいと思います。一方摂州の方はどう戦うかというところなんですが、回り込みながらですね、括弧に括弧撃破を務めていきたいと思います。そして信孝の本部隊4000も前に押し出します。並行して秀吉の本体も前へと押し出して摂州を支援するという体制です。始めるぞ、かかれ。承知しました。かしこまりました。ここで狙い撃ちを使ってきましたね。そしたら高山右近がもうちょっと回り込みましょう。で中川清秀を側面に当てます。そして、中川清秀の後衛から信孝4000をぶつけましょう。秀吉はその背後に回り込みます。足についてこい。そしてその秀吉の背後を突かれないように官兵衛と秀長の部隊を秀吉の後ろに回り込ませましょう。承知しました。かしこまりました。かしこまりました。かかれ。我らの攻め耐えてみせよ。続きなさい。我に続け。わしに任せろ。お任せください。なんかいいスキルがな、発動する気配がないですね。そしたら信孝もうちょっと前に出させましょう。ただ信孝がやられると思うので秀吉もそのすぐ後ろにつきます。承知いたしました。高山右近が散るとまずいので高山右近を強く、わしに任せろ。承知しました。かしこまりました。これで堀が援軍に来ましたね。堀秀政、秀吉に仕えた後若干13歳にして信長の側近となる。この堀がどんくらいの戦力を整えているかですね。さあ堀秀政の部隊がどれくらいいるか。3000、思ったより多いので助かりますね。そしたらこれを津田にぶつけるか、
あー、それとも、まあ光秀本体に備えて天王山へと向かわせましょう。かしこまりました。七本槍使いたいところですが、ちょっとここは承知しました。我慢しましょう。七本槍というのはですね、お任せください。この後柴田勝家と戦う静ヶ岳の戦いで活躍した、まあ、7人の武将がいるんですが、まあ、それらを七本槍というふうに呼んでいたようです。この七本槍がですね、攻撃と防御両方とも強化するというかなり優秀なスキルなので、タイミングを見計らって使っていきたいと思いますが、ちょっとね、今のタイミングじゃなさそうですね。が気になりますが、ここは我慢して回り込みましょう。やってくれる、足についてこい。お、さらに池田恒興の部隊が援軍に来たようですね。これでかなり戦力的に秀吉の方が有利になったかなというところですね。池田恒興5000か、これは大きいですね。さあ池田恒興5000が出てきたので、これを津田にぶつけて津田を撃破して光秀の横をつかせましょう。中川清秀は一旦下がらせます。ちょっとね、戦力的にかなり厳しくなってきてますね。承知しました。足についてくれ。そしたら天王山の中腹に行きます。備えましょうというところで、光秀本体が動き出しましたので、秀吉を転戦させます。で、信孝も前面に出していきましょう。高山右近も転戦させます。池田恒興は津田と交戦を継続させましょう。堀秀政を回り込ませて官兵衛を渡す。光秀のちょうど真ん中にさらしていきたいと思います。光秀もさすがに戦上手というか、きちんと正面に向けてますね。ただ秀吉がその後ろをついていますので、まあ、これは逆に見ついてピンチというところですね。このまま勝利を続けていきます。確かに。ここで光秀かなり動揺しているようですね。さあ今まさにですね、布陣を見ていくと秀長500がかなり削られてきているので、秀長を下がらせます。で、代わりに堀秀政1700、3000いたんですが半分ぐらい減らされてますね。官兵も半分以上減ってきてます。ただ秀吉本体がかなり充実している状態で残ってますので、秀吉本体をそのまま明智の後輩にぶつけましょう。足についてこい。強気を明智の後ろに回り込ませて、承知いたしました。信孝は、まあ、ちょっと後ろ目にしておきます。かなり余裕ありますからね。
かしこまりました。この状態で、七本槍を発動して一気に勝負を決めに行きましょう。決める。ここは引きます。やれ。官兵衛もかなり苦しくなってくる。お任せ。ただそれ以上に三井でもかなり消耗してきてますね。承知いたしました。さ、最後は虎狩りです。東道高虎の技ですね。中国に遠征した時、秀吉の唐入りの時に東道高虎は中国で虎を飼ったというふうに言われてますね。あったので次に勝てそうですね。ただ官兵衛がここで撤退。ついてこい。承知しました。対応秀吉隊が撃破して山崎の戦い勝利しました。山崎の戦いに勝利はしたものの、中国大返しにより羽柴軍の疲労は激しく、戦場から身一つで脱出した光秀を厳しく追跡することができなかったと。ただご存知の通り、この光秀は落ち武者狩りにあって命を落とします。主君殺しの光秀ということで、落ち武者狩りがかなり厳しかったようですね。ああ、そうなんですね。ここでナレーションというか、下に出てますけども、明智光秀は落ち武者狩りに撃たれたとも、あるいは傷を負い自刃したとも言われるということですね。さあ、五章での一幕。ここから今度は勝家と家康と戦っていくことになると思います。この秀吉、この明智を討ったことによってどれくらい勢力が広がっているかですね。さあ、池田恒興から、神獣の申し入れですね。従属の申し入れが来てます。もちろん承諾しましょう。細川からも神獣、筒井からもですね。これで近畿一帯はほぼ手中に収めたというところですか。で、こっからおそらく清須会議の一幕なんですかね。
信長の後継者を決める、まあ、その会議が清須会議だということですね。で、勝家が信孝をしたのに対して秀吉は信忠の、まあ、嫡男三法師をしたというふうに言われています。ただこの三法師まだ幼児ですね。なので、その幼児の三法師の後見としてこの秀吉がついて、実質、その織田家中の実権を握ったというふうに言われています。この後はいよいよ勝家、そして家康との戦いに入っていきそう。そうですね、まずは勝家との戦いということで賤ヶ岳の戦いに入っていきそうです。そのためには岐阜城を支配下に置くと。なるほど、いくつか城を落とさなきゃいけなそうですね。ご命令ください。先月の終始です。それでは早速ですね、城攻めをしていかなきゃいけないかなと思うんですが、まずは勢力がどう変わったか見ていきましょう。秀吉がですね、拠点が25に増えてますね。兵数が5万、勝家の方はというと、兵数は多いですね。3万2000。ただ武将が30とちょっと秀吉に比べて明らかに少ないですね。で、家康がどうなってるかですね。家康は、兵数2万6000で武将が53というところですね。さあ、清須の織田と岐阜の織田というふうに分かれてますが、まずはこの岐阜城を取らなければいけないと。いうとこですね。そしたらどう攻めていくかなんですが、まあ単純に実はここを落としますか。まあ落とせるでしょうというだけの兵力がありそうなので、まずはここを落としましょう。出陣するぞ。出陣します。出陣します。そしたら回線を仕掛けていきます。ただここで岐阜織田家といきなり戦になりますね。丹羽長秀と戦闘になってしまいますが、まあ、ここはもうしょうがないですね。回戦を仕掛けて一気に権六ではない丹羽長秀を撃破していきましょう。行くぞ。丹羽長秀が2300か、まあ、秀吉本体をぶつければ、まあ、間違いに勝てないですが、ここは無断なく総攻めでいきます。規制崩しか。逃げたければ逃げなさい。規制
空崩しを使ってます。逃げたければ逃げなさい。空崩しというのはこちらの攻撃力を落とす。そしたらここで停車。秀吉も停車しましょう。そして騎馬突撃を仕掛けます。これで丹羽長秀で撃破。このまま城攻めにかかりましょう。助立ちします。加勢しよう。この腕でのし上がってみせる。敵将この秀吉が撃ち取った。そしたらですね、まずはこの岸和田城を囲ってしまいましょう。で、岸和田城を落としたら兵糧を一旦補給できますので、兵糧を補給しておきましょう。お任せください。お任せください。逃げることはできぬぞ。でですね、あとは中国地方からですね、兵を出陣させておきましょう。どこを狙うかというと、ズバリ岐阜です。ただ耐久が非常に高いので、大垣城にまずは部隊を集結させましょう。官兵が1200しかないんですね。出陣する。ちょっと少ないですね。まずこの岐阜城を落とさないことには、勝家との一戦にならないということなんで、岐阜城も同時にとは言いませんけどね、ある程度まとまった兵力をすぐに投入できるように兵を集めておきましょう。1700、これかなり心強いですね。あとはまあ援軍がね、どれくらい見込めるかというところもあるんですが、基本的には自分の部隊秀吉の本隊だけで岐阜城を落とせるように戦力を整えていきたいと思います。こんなとこですかね。表情を始めます。今見たところ武将がいないところが結構ありましたので、武将を派遣していきたいと思います。特にこの近江一帯は兵力が充実してそうなので、ここにね、漏れなく部隊を出陣させるために武将を配属していきます。当然戦を視野に入れて戦闘力の高いね、武将を重点的に派遣していきたいと思います。
安土に4000いるっていうのは大きいですね。ただそこまでやっぱり戦闘力の高い武将がいないかな。これで、全部の城に派遣し終わりましたね。さあそれでは引き続き見ていきましょう。で岐阜城を攻める前に戻ります。わしに任せろ。今日は総攻めにしたいので承知いたしました。他の城をじゃんじゃか攻めていきましょう。はっ、囲いがちょっと足りない可能性があるので一部の部隊をお任せください。岸和田城にも集めておきましょう。お任せください。出るぞ。さあこれでどうなるかというところですか。ちょっと5つ目の舞台としてお任せください。残りの舞台を派遣しましょう。かしこまりました。これで決戦に及びましょう。兵力差では圧倒的に有利になってますので、この兵力差を生かして勝負に出ましょう。お任せくだされ。お任せください。よし、これで勝利しましたので、この勢いのまま城門を破壊していきましょう。捕らえたぞ。観念せ。腕が鳴るぜ。ご命令ください。報告します、報告します。でさらに敵の部隊が出てきてますね。ただ数は少ないのでもう一回回戦しておけば、あるいはさらに城門を破壊できるかもしれません。嬉しい子さんですね。海戦を城下町というか、まあ、城前で行ってそれに勝利すると城の耐久を一気に減らせるんで、かなり楽に城攻めができるんですね。かかれ、かかれ。鳥は飯ひょうほう見せてくれよ我が策。さあこれでさらに耐久を減らせるはずです。1421まで減らせる。そしたら5詰めに派遣してきてた部隊は戻しましょう。岐阜城攻めの準備として退却させます。
ご命令ください。報告します、報告します。さあこれで城を落としたので、次は岐阜城が標的というところになりますが、ここでちょっと長くなってきてしまいましたので一旦終了してですね、次回は岐阜城攻め、そして賤ヶ岳の戦いへと向かっていきたいと思います。ぜひぜひ次回もお楽しみにしていただければと思います。というわけで、今回はここまで。